はい、皆様こんにちは。便利屋ハッピーの門野口です。5月30日日曜日、10時42分でございます。伊勢崎市、堺与那塚の方で回収の作業を終えたところです。ここはもう太田市入ってますかね。太田市の世良田町です。ここぐるっと回ると向こうの上房大橋の方を出る通りに出ます。今日はご覧の通り天気が良くなっております。また気温も非常に暑くなっております。はい、現在ですね、こちらの方は、先日少しご案内をしましたところで、ちょっと助手席にも荷物が乗っかっちゃってガチャガチャ音がしております。左側ですね、何でしたっけ世良田の東照宮って言われてるところですね。長楽寺さん、はい、新田の庄、ちょっと追い切れてないですね。すいません、何もした準備しないまま始めてるんで、新田の庄歴史資料館ということで、まあ、そこを通ってきました。先ほど引っ越しに伴う、片付けですね、細かいものが多かったんでちょっと時間かかりましたね。ちょっと各お部屋でいらないものが明確になってなかったんで、その都度教えていただきながらとかっていう流れになってしまいました。現在25度です。本日ですね、一応まあ28度ぐらいはかなと思います。小さい女の子と男の子いるご家庭、お客様の家だったので、まあ、多分借家でしょうね。そんなに長く住んでいるような感じじゃなかったですけど、で大きなものもほとんどなくて、細かいのばっかりが、お子様のものだったりですかね。はい、ここ上部大橋でございます。まあ、何度もご案内をしておりますけれども、川の水量は割と多い方かもしれないですね。先日の雨、3日前ぐらい結構雨降ってたのがあるんで、上流の方からの山のとかが集まってきてるかなと思います。水上バイクっていうか、ボートじゃないですけど、結構楽しんでる方いらっしゃいますね。何台かありますけど、正確にちょっと時代まではあれですけど、結構なそのぐらいの昔
川べりの方で中瀬も栄えてたみたいですね。まあ知らない歴史っていうのはいろんなのありますけど、まあ現実のこの世界でもやっぱり知らないものは知らないっていうのがありますね。テレビ、ましてはテレビ見ないで興味のないものは一切見てないと、皆さんが知ってても私は全然全く知らない、存じ上げてないっていうことも多々あります。まあ、先日の有名な方からご依頼いただいたのもやはりびっくりしました。ちょっとまだ名前を口に出していいのかが、そこはちょっとやっぱり了承を得てないので、後で知ってびっくりした次第です。今日はですね、今ちょっとまあ別のスタッフ大学園の方をやってもらって、午後も悪いと、忙しくなっちゃいますので、まあ、この暑さに負けないようにですね、水分補給もしっかりして熱中症には気をつけていきたいと思います。はい、ちょっと長くなりましたけど、そんな長くないですか6分半ですか。はい、ちょっとご案内がいつもと重なっちゃってる部分あるんですけども、本日の天気のご案内、日曜日5月30日のご案内ということで動画の方を、撮らせていただきました。最後までご覧いただきまして誠にありがとうございます。失礼します。